こんにちは、マキシです。ドイツ人の、翻訳通訳、あとは、ドイツ語も教えたりしてるんですけど、今日は、なぜドイツ人はドイツビールの動画を作ってるっていうことについて話していきたいと思います。で、理由はですね、すごく簡単で、皆さんにたくさんドイツ語を勉強してほしいんですよ。そうなんですよ。たくさんの日本人に、ドイツ語を勉強してほしくって、で、語学って、すごい、ノミニケーションと近いんですよ。で、語学の伸びとノミニケーションの関係について、ちょっと今日は話していきたいと思うんですけど、ちょっと、皆さんは、飲むと語学ってどう関係すると思うでしょ？もうね、会社の飲み会だとさ、こういつもさ、こうね、普通だったらいい感じにやってきたら飲みだったらさ、いやーもう、そんなもん見たくないと思うでしょ？でも、そうじゃなくて、だから会社の人と飲むかどうかとか、こうね、お友達と飲むかどうかとかね、そこは人を好きで、好きなようにやってきて、まあ、いいと思うんですよ。別にビール好きじゃなくて、ドイツビールじゃなくても別にチューハイとか、ウォッカとか別にお酒じゃなくてもいいんですよ。特に未成年も最近うちのドイツ語の動画見るようになってる人が増えてるので、未成年絶対何があってもアルコールを飲まないでください。で、もし飲みたかったらドイツは16歳からビール飲めるので、ドイツにこう飛行機で飛んでから飲んでください。日本は一応20歳なんで。でもまあそうじゃなくて、うちがドイツ語を勉強するためにお酒を勧めする理由は実はあるんですよ。で、お酒はですね、すごいその普段使ってる緊張感がなくなっちゃうんですよ。だから普段すごいこう気を使ってるっていうのが、なんか、なんなんだろう、飲むと割とね、そんななんかこう外国語で話すっていう、うちもね、こうやってね、今日本語で話してるって、こう、日本人がそれを聞いて、あれと思うかもしれないんですけど、うちもね、外国人なんですよ。日本語も外国語なんですよ。なので、もともとの母語はドイツ語。で、次習ったのは日本語。あと、英語も勉強できたんですけど、語学語で話すのはものすごく大変なんですよ。で、うちはもうなんか10年以上日本語を勉強して、で、こうやって、ドイツ語を勉強してる日本人を応援したくて日本語で動画を撮ってるんですけど、でも外国語で話すのはすごく大変なんですよ。特に語学を勉強して、その一番最初の段階が一番きついんですよね。別に語学とか日本語とかドイツ語とか英語だけじゃなくて、ピアノもそうですよ。ピアノもそうだし、数学もそうだし、何をやったって最初は一番きついと思うんですよ。で、その最初がこんだけきついって見えてる壁にはどうやって乗り越えるかっていうと、飲めばいいんですよ、語学は。面白いでしょ。何言ってんだって思うでしょ。でも、実はそうで、だから、コミュニケーションというのは、人と人との、まあ、会話のことなんで、で、それはですね、壁があるんですよ、語学の、こう、壁があって、で、伝わらないじゃん、話で。こっちもドキドキするし、ドイツ語わかんないじゃん。で、そうすると、お酒少しビールいっぱい飲むと、その片言しか覚えてないドイツ語を使ってみる勇気は出てくるんですよね。だから、やっぱ語学、ここの壁、今そのね、勉強して、その一番最初に1年とか、2年の話でもそうだと思うんですけど、その一番最初が一番きついんで、で、そこでどうやって長期的に続けるかどうかっていう問題を解決しないといけないんじゃないですか。で、それはですね、丁寧に時間をかけてゆっくりやるか、あるいはバーって一生懸命やってこう、なんでもいいんですよ。ただ、途中で、なんかこう、ラグビーみたいにバーってこう、なんかこう、ゲームみたいにアタックされて、それでギブアップしてゲームオーバーにして、あるいはこうね、大学生だと、いじめてる先生の授業で、やっと単位取ってって言って、もう絶対ドイツ語なんか取らんってなって、それでドイツ語一生バイバイするかもしれないし、あるいは20年後、
一応ドイツ語は勉強したことあるんですが、もうなんかこうね、30年前のことなんで、もうよく覚えてはいないんですが、その時は、みたいな、フランス語よりドイツ語の方がなんだかんだ単位が取りやすかったので、ドイツ語選んだとか、まあ、そういうこと言うかもしれないんですけど、でも、その、もしこうね、風のように、なんかこうね、なんかその時に乗り越えるんじゃないですか。で、乗り越えてく、頑張り続ければ、その辛い語学の壁を登り続けられるんですよ。あと、やっぱお酒は、こう入ってくると、気持ちが楽になって、なんかこう気を使うっていうのがちょっと薄めてくるんですよ。だから私はあんまり、そうだね、あんまり、うちはドイツ人だからそうかもしれないですけど、会社の人と飲むのはあんまり好きじゃないんですよ。なぜかっていうと、そうなると、気を使う必要のある人と、うん、気を使わない姿を見せてしまって、あんまり良くないかもしれないんですよね。でもまあ、どっちにしても、お酒を少し飲むと、やっぱ緊張感がなくなって、ドイツ人とコミュニケーションは取れると思うんですよ。どっちが別に日本語話せるドイツ人だから、そんな別に一生懸命、する必要はないんですけど、現地ドイツに行ったら、相手はもう 100% ドイツ語しかわからないんですよ。で、そういう相手とどうやってうまくコミュニケーションを取るか、そこがポイントだと思うんですよ。で、思うには、なんか女性の方がちょっと優しくって、あんまり相手わかんなくてもちょっとプッシュしてくれるかもしれないんですけど、自分にこう関心がない人とこうね、会話すると、もうバッってなっちゃうんですよ。で、特に、そうだよね、旅行で初めてドイツに来て、それでなんか急になんかこう聞き取れなかったりとか、すごい辛くて辛くて泣きたくなるかもしれないし、やっぱり語学って結構辛いんですよ。うちも日本に来て一番最初に1年とか2年はもう言葉がなんかできなさすぎて涙が出たとか、髪の毛この前切ったんですけど、普通に髪の毛切りに行ってどんな風に髪の毛を切りたいかっていうのを相手に言おうとしてできなくて諦めて泣いて、結局1年ぐらい髪の毛を切りませんでしたみたいな、まあそういうストーリーもあるんですけど、でもやっぱり自分の言いたいことを外国語でうまく使えないのは当然のことだし、でそれをどんな風に乗り越えるかというと、そこはなあちょっとね、未成年にはダメだけどお酒はいいと思います。なぜかというとこう、ね、ちょっとね気持ちが楽になって、で気持ちが楽であればなんかこう普段だったら文法合ってるとかこんなこと話していいとか相手は自分に関心があって本当話聞いてくれるとか、まあ、いろいろあるんじゃないですか。でもこうね、お酒を飲んで相手と話をしてみると、割とね、語学語が急に話せるようになるんですよ。あと、うちがすごい思うのは、やっぱ語学って涙みたいなもんで、ある日すごい喋れたり、もう一つの日に全然喋れなかったりするんですよ。なので、なんかこう、もうどのぐらいドイツ語を勉強してドイツ語が話せるようになりますかって聞かれても、それは人それぞれだし、みんなこうね自分のペースでドイツ語を勉強していくと思うので、それは答えられないんですよ。ただしその人がそのこうね風に当たってやる気なくした時にそれをどうやって乗り越えるかとか、あとはですね、まあ、友達作りがすごく大事だと思うんですよ。で、そのためにもお酒が、すごい簡単な手段だと思うんですよ。で、ドイツ人と日本人がすごい似てるところは、二人とも、こう、どっちかというと恥ずかしがり屋なんで、だから、お酒を飲めば仲良くなれるし、だからこの、仲良くなるための、まあ、手段としてもいいと思います。以上です。あと、まあ、皆さん日本でね朝日ビールがあって、
キリンがあって、すごい美味しいビールはたくさんあるんですけど、もしドイツビールを飲んでみたかったら、この動画の下のリンクにドイツビールのリンク貼っときます。で、最近あの日本の楽天でドイツのビール飲み比べセットみたいなの見つけたので、よかったらそれ飲んでみてください。ベストネスマイチューズ。別に未成年絶対ね、ビール飲むなよ。最後で。うん。バイバーイ。